こんにちは、柴田です。今回はギターのストラップのお話をさせていただこうかと思います。よくですね、コメント欄に質問をいただくんですけれども、どういったストラップ使ってますかとか、あとおすすめのストラップはどれでしょうとか、ロックピンつけてますかとか、あとストラップの長さはどれぐらいがいいんでしょうなどなど、結構ね、ストラップに関してのご質問をいただきます。それで今回ね、ストラップに関してちょっと話をまとめてみようかなというところで、いつも僕が使っているストラップと、おすすめのストラップ。そしてその価格ですね。で、各ストラップが何センチぐらいの長さにしてるのかと、その理由に関してとか、あとストラップロックピンですね。何を使っているかっていうのをですね、ご紹介させていただきたいと思います。ではではご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、こちら。火で弾いてみた動画で使っているヒデモデルのストラップ、フェルナンデス製の革です。作りはね、非常にいいし、匂いもめっちゃいいです。スプレッドビーバーのマークがついているので、後期のやつですね。目ん玉になります。これは長さを138だったかな、間違えました、142センチにしてあって、ヒデモデルを使用する際に使っているという風な感じですかね。142センチにしてると、だいたいこんな感じの高さの位置になります。このストラップはロックピンつけてあるんですけれども、こういった革製のものでもですね、ロックピンをつけずに取り外しを続けていると、すごくね、へたってくるんですよね。なので、いろんなギターに付け替えるので、これはですね、ロックピンをつけております。で、続いてこちらですね。同じくヒデモデルのイエローハート。ヒデモデルと言ってもですね、ヒデさん自身はね、使ってなかったんですけれども、イエローハートのストラップになります。これはね、使うところが限られてくるというか、使うギターが限られちゃいますけどね。イエローハートで使ったり、あと、真っ黒のね、ギターとかだったら、これもね、全然合うんじゃないかなというふうな感じがします。これも142センチにしておりまして、先ほどのヒデモデルと同じですね。ヒデさんが使っているようなクジラだったりとか、モッキンバードを使用する際は、だいたい142センチぐらいのストラップの長さにしております。で、続いて僕のおすすめのストラップですね。こちら。ボックスのストラップになります。サウンドハウスでですね、2500円だったかな。非常に安いんですが、めちゃめちゃいい革です。匂いもね、すこぶるいいですね。これはね、強度も強いし、格好もいいしというところで、これはね、ほんとおすすめです。ただね、一個難点としては、僕にとってはね、若干ね、短いんですよ。今これ138センチにしているんですが、138センチってこんな感じです。ストラトとかにはですね、ちょうどいい長さなんですけれども、レスポールとかでもうちょっと落としたいなっていう時にこれね、足りないんですよね。そこがね、ちょっと惜しいなというところでございます。続いてはこちら、ESP のストラップになります。これはですね、ボックスの先ほどので短かったので、長いのないのかなって言って探してたら、さすが ESP という風な感じで、長いのがありました。これね、特徴は長さなんですけれども、材質自体は、しょぼいです。かなりしょぼいです。値段が安いんですよね。1870円だったかな。Amazon で購入したんですけれども、取り柄としては、長さ。あんまりね、最近こう、下ろして弾く人がいないので、長いストラップがね、あんまり売ってないんですよね。質は良くないけれども、長さがあるだけで唯一無二な感じになっております。質がね、悪いって、ちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、ここがね、絶対へたります。なので、これロックピンつけております。ロックピンなしでね、取り外しやってたら、速攻ちぎれると思います。ライブ中にちぎれるとかね、ほんと最悪なんでね。弾いてみた動画撮ってる時にね、それこそちぎれて、ギターは傷つくわ、カメラは傷つくわになっちゃったらもう大変なんでね。その辺をちょっと要注意しながら、破損部分がないかっていうのをね、チェックしながらやった方がいいと思います。これはね、基本的にギターをこう下ろして弾くとき、僕は滝川一郎さんだとかね、大好きなので、レスポールとか下ろして弾くときにはこれを使っていて、153センチにしております。しかもね、まだ伸びますよ。あとね、あと2個穴がある。なので、まだまだ伸びるんですけれども、僕は153センチにしております。
そして最後はこちらですね。まあ、これはですね、なんで買ってんのっていうか、まあ、予備で一応持っているという風な感じで、これ500円なんですよ。なんですけれども、長さもまあまああって、ここの部分もしっかりとした作りで、強いので長持ちしているという風な感じですね。お安いので1個持っておくと便利かもしれないです。で続いてね、ロックピンのご紹介です。僕が使っているのは、昔はね、シャーラーのをはめていたんですけれども、今は本格的にね、ライブをやってるわけではないので、安いのをつけております。Amazon でこちらを購入しているんですけれども、まあなんと900円台と。しかも4つ、まあ2セットですね。4つついております。何よりね、これがいいなと思ったのは、なんとシャーラーのピンをつけているギターにも使用ができると。なので今のギターにはシャーラーのロックピンをつけてるんだけれども、もっと安いロックピンで互換性のあるものを探しているのであれば、ぜひぜひこちらおすすめです。という風な感じでですね、まあギターによってストラップを変えて、ストラップの長さも変えているという風な感じになります。ストラトとかだったら138センチくらい。そしてモッキンバードだったりとかには142センチ。そしてレスポールだったりとか、ギターを下ろしてですね、弾きたい時には153センチ。そして使用しているロックピンは Amazon で購入した4つで990円の激安ロックピンというところでございます。おすすめはね、こちらです。ボックスのストラップになります。サウンドハウスチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーマドでした。